おはようございます。鉄拳8、プレイ日記23日目です。本日は、ファイトラウンジで遊んでみます。まず、始めるとアバターの作成ですね。これは適当に。私は老人ですからハゲでいいでしょう。実際は世間一般よりはふさふさな部類かもしれませんが、オンラインではこれでよし、服装は普通にカジュアルで。とりあえずうろうろ。空いてる台で遊べってことなのかな。とりあえずプラクティスっぽい感じですね。でプラクティスか。来ないな。他人のプロフィール見たりできるのね。お、対戦来た。ふむふむ、ニアール選手で一旦区切られるのね。お、連戦してくれるんだ。同じ人と連戦できるのであれば苦手キャラの練習相手になってもらえそう。ラウンジの方が上達はするかもね。ランクマの練習のためにラウンジやる人もいるのかな。お、キリトさん、スナイプされるのに疲れたのかしら。ふむふむ、感染もできるのね。ということでファイトラウンジ、堪能しました。ランクマッチとは違った遊び方できますね。ランクマッチが2ラウンドで仕切られてしまうので、同キャラと連戦できる可能性があるのは大変ありがたいです。この仕様だったらファイトラウンジでは2ラウンド選手の仕組みはちょっともったいないかな。ラウンジではランダムステージで連戦可能にしてくれたら、すごい満足度上がりそう。まあ、それについては今後実装される予定のオンラインプラクティスに任せるってことなのかもしれませんね。今後のアップデートに期待です。それでは、本日はこんなところで、バイバイ。